私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。菊池風磨、ファンが持つペンライトの色に疑問を抱く。黒はどうする？どうやら嵐とキャットタンを事務所が決定したようだが、セクシーゾーンは資本事務所で後でマイナーチェンジがあったようだ。9日、YouTube チャンネル、ジャニのチャンネルに、セクシーゾーン菊池風磨が出演。ファンが持つペンライトへの疑問を明かした。四角メンバーカラーについて特集。この日の動画では、ジャニーズのメンバーカラーについて学ぶ企画を実施。中丸雄一はいつも疑問なんですけど、我々で決めているパターンと事務所が指定して勝手に決まってたみたいなケースありません？と語る。四角菊池がペンライトに疑問。その後、元祖メンバーカラーの話から少年隊の東山紀之が黒担当だったことが判明。菊池が黒って珍しいですよね、と触れると二宮和也も横山ぐらいしかわからない、と反応。菊池はスノーマンも誰か黒いたすよ、と続ける。この流れから菊池はシンプルに黒ってペンライトどうするんですか？黒の色で発光するのってないじゃないですか、と疑問を明かす。この疑問を解明すべく、スノーマン渡辺翔太に電話して聞いてみることに。四角後輩に伝達したところ、先輩からの突然の電話に驚きつつも、渡辺はブルーに近いんだけど、なんかちょっと白く、ちょっとなんか黒扱いにして今回旧色作った、と説明。どうやらモノハンで、メメブラックのように、色に名前をつけて販売しているとのこと。これに中丸は、システム的にいけるんですね、旧色って、と驚いていた。今回の動画のコメント欄には、わからないことは本人に直接聞けるの最高だな。ペンライト旧色無理だよねって思ってたら、それを今回叶えてくれた阿部ちゃん本当に神。といった声が寄せられている。四角菊池がペンライトに感じた疑問。菊池風磨、ジャニーズの恋愛事情を告白。範囲は100点の回答じゃん。デーブ、24時間テレビに皮肉ギャグ、ノーギャラで出演しますと伝えたら、二宮和也のジャニのチャンネルで、関係者が驚いた新チャレンジ。菊池風磨、ジャニーズの恋愛事情を告白。範囲は100点の回答じゃん。デーブ、24時間テレビに皮肉ギャグ、ノーギャラで出演しますと伝えたら、同じ日に多くのホットニュースが思い出されます。具体的には、滝沢秀明を退任に追い込んだ、手元に置いておきたい逸材、木村拓哉も居づらくなるだろう。まさに芸能界に激震が走った滝沢秀明退社のニュース。ジャニーズ事務所の副社長と、ジャニーズ JR の発掘や育成を手掛けるジャニーズアイランドの社長職ともに、退任していたのだ。滝沢は沈黙を貫いているが、退任の理由は、元 V6 の井ノ原快彦がアイランドの後任社長に就いたことから伺い知れるという。ジャニーズ事務所創始者ジャニー喜多川の姪である現社長の藤島ジュリー景子氏との関係でしょう。と芸能関係者が言う。井ノ原が所属していた V6 は、ジャニー喜多川氏の秘蔵っ子で、かつてスマップへのマネージャーだった愛氏と、実務を取り仕切っていたメリー喜多川氏と、ジュリー母娘。いわゆるメリ・ジュリ派との派閥争いで事務所が二分した際、どちらの派閥にも属さない、ジャニー派、として、中立の立場を保っていた。ジャニー喜多川氏自らプロデュースやプロモーションに腐心していた V6 の中でも、井ノ原は礼儀正しく温厚な人柄で、恵子氏の母親であるメリー氏の覚えがめでたかった、と芸能関係者。井ノ原は、時間ができれば広告代理店、新聞社、出版社、テレビ局を単身で回り、職員全員に特製の名刺を配って歩く営業活動をしていた。当時、すでに24時間テレビ、日本テレビ系のパーソナリティを務めるなど、大活躍していたアイドルが頭を下げて名刺を配り歩くなど、聞いたことがない。初対面の記者の懐に入ってくる一懐濃いキャラと、土佐回りに嫌な顔一つしない腰の低さ、フットワークの軽さに、
たとえメリジュリ派に属していなくとも、メリジュリ派娘が将来、手元に置いておきたい逸材であることは容易に理解できた。ジャニー北川氏や細木和子氏といった後ろ盾と死別した滝沢に対し、井ノ原が土佐回りして顔をつないできた社員は今、テレビ局、スポーツ新聞の幹部になっている。恵子社長にとって頼りになるビジネスパートナーだろう。滝沢が育てたスノーマンとシクストーンズ、そして先月28日に全世界メジャーデビューしたばかりのトラビスジャパンのマネジメント権がジャニーズ事務所に移管され、木村拓哉が出演していたマクドナルドのテレビ CM には、元 V6 落田純一が新たに登場した。滝沢自身が決意したというより、じわじわと外堀を埋められ、退任に追い込まれた印象です。井ノ原が新社長に就任後、嵐のメンバーの力も借りて、と、メリジュリ派の筆頭を持ち出す第一声を放ったのが象徴的でした。かつての仲間と袂を分かってまでジャニーズ事務所に残ったキムタクも、居づらくなると思いますよ、とテレビ関係者が複雑な表情で語ったと朝芸プラスは報じた。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。